逃げ水。日差しの強い日に道路の前方に水たまりがあるように見えるのだが、その場所に近づいてみるとそこに水たまりはなく、今度はその水たまりがやはり遥か遠くにあるように見える。お江戸もお江戸も水たまりは遠くにあるまま、追いつけることはない。こうした現象を逃げ水という。逃げ水は回蜃気楼という蜃気楼の一種である。光は密度の高い方へと進む性質を持っているため、夏の日差しの下、道路の照り返しなどで地表近くの温度が高まることによって密度が高くなり、光の屈折が起こる。それによって本当ならば遠くに見えるはずの映像が本来の位置よりも下方、つまり近くに見え、このため回蜃気楼の一種である逃げ水現象が発生するのだ。この逃げ水現象はアスファルトによって多くの道路が舗装されたことで、今日では比較的頻繁に見ることができるが、清少納言の枕草子などにも記述があり、過去にも見られたようである。特に武蔵野ではこの逃げ水が名物とまで言われていた。また俳句の世界では逃げ水は春の季語として使われている。